じゃあお願いします。あの映画化の収入人数って何人くらいだったんですか？350ぐらいだな、全然。はい、はい、で500人くらい、いや詰め込んで500人ぐらい入れた時あります。結構満杯だったんですか？満杯、あのものすごいこう反響あってみんな来てて、うん、あのね普段はね、あのお客が入ったなって、ね、100人ぐらいでも入った感じ、下の椅子が100人ぐらいしかないから。で2階もあったんですけど、あの1階は 100人分の椅子、それから椅子の他に両サイドに長い椅子ってガタガタ何人もこう出た。それは人数は入れてないけど、それはもう30人ぐらいずつ、30人ぐらいずつ、合計60人、だから160です。それでそれで2階はあの椅子ではなくて五段が敷いてあった。で五段の上に2階はだいたいあの100人ぐらい、100から150って言われるぐらい入れたんですけど、だから満杯で350ぐらいで、結構あの映画館には結構いっぱい来て、だからなぜ350が500になるかっていうと、詰め込んでほとんど身動き取れないぐらいに詰め込んじゃう。それは小学生中学生って子供たち学校引率って学校で映画ができないから、あの僕の家へ来て見るんです。それはあの昔のお金で本当に安いお金で、お店学校とそういう約束になりしてましたから、だから極端に言うと普通大人が200円入場料だとすると、子供たちは100円とか50円なんで、半分かそれ以下なんで、そういう時代だった。それは昭和32、3年まで続きました。あのなで、あの後で地図出しますから。そうなんですか。そういうことです。あとあの山口さんのその幕引きの子供の時に幕引きしてた。それから私があの芝居、土佐回りの時。一番有名なやつは清水朝子一座っていう、あの会津地方を巡回してたあの劇団があって、それが来るといつも幕引きに僕が手伝うんです。あの最初表紙に打って途絶え途絶えって言って始まるわけ。そうすると表紙に打ち始まると僕があの舞台の袖と言いますけど、一番左端から袖から見てる人にすると右側までだーっと引っ張っていくわけ、幕を。で時々ね、あの僕が小学校1年か2年ですから、であの急いで引くとあの幕の裾に足が引っかかって途中で転んだりって大笑いになったことあります。それをよくやらされて、後でちょっと小遣いいただいたりして、そういう時代があります。それはもう昭和30年頃ですから、まあ30年過ぎると僕も、小学校
高学年終わって中学ですから、そういうのはなくなりましたけど、そういう時代がありました。これはあの覚えてる人もいると思うんですけど、あのそれはもうほとんどもうすでに高齢者ですから、あのほとんどの方は知らないと思いますけど、そういう時代があります。それは昭和22年から、まあ戦後からですね、21年から昭和30年ぐらいまで。その当時の塩川の人口ってのは3000人くらい、なんか先ほどおっしゃってます、塩川地区では。だから塩川はあの小学校中学校がありましたね。今言ったあの学校で映画を見せるときは、あとその他に駒形とか乳母堂、堂島はあのわざわざ来るの大変ですから、自分の家で移動用の映写機っていうのがあって、それを例えば駒形だと、私の記憶だとあの田中からあの観音様行く途中に米蔵ってかあって、そこであの幕を垂らしてあのこう移して、そこへ部落の人たちが入るよ、そういう形、そういう形で地方巡業って言ってね、あのですから駒形、乳母堂、堂島、そういう形、それからその他に、僕のうちは工業士という許可をいただいてましたから、会津平、有名なところでは今西会津ですけど、野沢の町の中へ移動映画行ったり、それから大和へ行ったり、それからそうですね、僕の記憶だと湯の神もあの下郷町の湯の神も移動映画で行きました。それから一番忘れられないのが大和の奥に弥平城っていう部落がありますけど、これは飯豊山の麓ですけど、そこへあの電気が通った時に、来てくれという話で、あの当時は自動車っていうのは三輪車でしたけど、映写機とかフィルムとかね、枕とかみんな詰め込んで、あの三輪車で行った記憶がある。で弥平城の場合は映画が始まった途端にですね、今度時代劇でしたから、あの見てた人のうち3人ぐらいだったと思いますけど、うちへ戻って刀とか槍を持ってきて見てたようで、それはあのびっくりして、初めて生まれて初めて映画を見たっていうような感じの人でしたから、私も見てて子供ながらにびっくりしましたけど、それはね、私の記憶だと昭和28年か29年かそのぐらいに弥平城は電気通ったはずで、その時ですね。これはあの一つのエピソードですけども、今でも忘れられない。あのその映画館があった時の町のにぎわいってどんな感じだったんですか。町自体のにぎわい、まあ、あの商売とか従業員、まあ、あの映画館の従業員もなんですけど、町自体ってどんな感じだったんですか。塩川町の思い出せる範囲でいいんですけど。そうね、
映画館は何人くらいで、あの従業員の方、まあ、うち のおじさんたちも、うん、おじさん、だから当時はね、うん、塩川の人口が3500ぐらいで、うんうんうん、あの常設って毎日映画できないんですよ、うんうん、ああ言ってましたね、うん、だから2日間やると、うん、あの2日休んだりね。で当時はあの確か喜多方の文英っていう映画館と提携してまして、うんうんうん、フィルムをあの借りて上映してましたから、だからあの掛け持ちといいましてね、その当時の映画は喜多方と同時上映っていう看板を出すんですけど、あの映画のフィルムってのは缶に詰まってて10缶ぐらいあるんです、はい、一つの物語を、はい、あの映すのに、そうするとあの半分終わると5缶終わると5缶あのバスとか自転車とかあの交通手段をフルに利用して喜多方へ持っていくわけ。喜多方から今度別なフィルムを5巻また持ってきますね。でそうやってつなぎ止めたの。だから、うん、同時上映なんてかっこいいけどもあの内情はもう日の車でしたね。僕もあの、うん、高校1年ぐらいになってこのうちの手伝いでそういう移動手段をバスを利用してね、あの思うもんでしたけど手伝った記憶がございます。あと看板は自分、うん、看板はね看板屋さん頼むほど裕福な新映画ではなかったですから、うん、自前でね、うん、今喜多方で看板やってたあの田本さん日記がね、看板を書いてそれで貼り出してた。それで、当時はあの配給会社からポスターってのを送られてくるんですけど、うん、ポスターはその、そんなもう大量に送られてきませんから、あの何枚かあのお店へ飾ってもらって、足んない分はあの田本さんにほとんど手書きでポスターを書いて、各部落、例えば、駒形は5箇所ぐらい、宇波堂も2、3箇所、道島も5箇所ぐらいで、このビラの紅葉ってのは実はあの塩川の今言ったあの近在の農村地帯だけじゃなくて、実を言うと、正常寺のところ、正常の部落3枚とか、それは堂畑とかそういったところへお店をやってるところへビラを張らせてもらう。それからもちろん近いこっちの及川分団とかね、浜崎だとか当然入りますね。それから僕の記憶だとビラ張り手伝いして一番遠かったのは今川東になってるけど大和田とか、うん、あのそういった赤枝なんかで下手すと入蔵まで、うん、入あのビラを張りに、あそこは大変なんですね坂、うんうん、もうね草方になって帰ってく、今は車でね道路事情がもうあっという間ですけど、昔はね、うん、自転車か歩きでね、うんお願いしに行って、でビラを配った先のお店は
招待券っていうのは必ず1枚か2枚入ってまして、これはタダで映画お芝居を見れるように入ってるんですよ。そういう形でしたから、あの売り上げいくらでいくらっていう、そういう形ではなかった。昔はもうなあなあでね、無料券で、そうそうそう、だからまあエピソードで言うと、鈴木光夫さんなんかは、あのそういう手伝いを散々やっていただいた方ですね。ありがとうございます。お世話になりました。吉尾さんもやってくれた、ね、なんかそれを二人でお世話になってたってのはちらっと、なんかそういう記憶があります。おじさんたちがそんな話はちらっと、あれですか、じゃあそういう演芸、映画ばかりじゃなくて演芸っていうか、あちこち興行もそういうのも回って、そうね、だから塩川の昔話、私が作った話の中には、昔はね塩川の町の中は一つの家族みたいなもんで、例えば近所で煮物がたくさん こちらえた時には近所へおすそ分け、それから片方のうちで醤油がなくなったら醤油、あげるとかね、もうご飯なんかしょっちゅうやり取りしてましたから、そういうね町の中があったかいっていうかね、そういう状況でしたね。今はそんな時代ではありませんけど昔はそういうのがどう、それからあったかいでついでに言わせていただくと、昔のね中学はそうだ、中学校まではいくらかありますけど、小学校までは小学校の先生たちはもう家庭訪問なんてしょっちゅうやってました、だから先生と教師と家庭の方のやり取りってのは非常にあったかいですよね。先生が来ると主に母親が主でしたけど、そういうこう子供たちどうしてるとか学校でどうしてるとか、そういう情報交換やってまして、本当にね、学校もひっくるめて一つの家族体みたいな感じがね町の中ありましたね。まあ今は冷たいとは言いませんけどそういう感じのところはね今少ないと思いますけど、じゃあものすごくその、まあ、いるとこう心がふわっとするような、まあ、話戻すんですけど、その看板が今の北方の今今年コロナでダメになったんですけど、レトルトのそのレトルト祭りの看板がどんどん、それでね今うちの北方の看板屋は息子が継いでますけど、さっき言った田本さんにはもう86過ぎてますから、ほとんど実戦部隊には入ってませんけど、近年の話しますと北方で昭和レトロという企画をやった中に、昔の映画館で看板を、例えば裕次郎の絵だとかね、小林明の絵だとか、そういうのをね手書きした看板を、北方で、紹介した記憶がありますね。まあ、じゃあ飾られてるのもお兄さん書かれたのもある、なかなかそういう話聞くと不思議な、まあ、あれを手書きでああいう看板書く、
時代ではなくなっちゃいましたから、うん、いやでも風情あれはね、うん、味があるっていうか僕にすれば懐かしいしね、うん、兄貴がいつまで長生きしてくれるか、うん、あの生きてる間は書いてもらえないかなと僕も思ってますよね、うん、あでも財産ですね、ありがとうございます。